ありがとうございます。こんばんは、おしゃれでございます。前回ね、プリモディウスに続いてシリサっていう新しいセレスティアル生物を呼び出したわけで、まあ、めっちゃ強かったと、めちゃめちゃ強かったということで、今回はね、いろいろ期待してセレスティアル誌呼んでいこうかなということで、じゃあ早速、もう今日呼ぶやつは決めていますので、向かいましょう。あのプリモディウス、ごめん、ちょっと通れないんだけど。で、今回呼ぼうと思っているのがこちらですね。ヘパイストスだね。あ、ヘパイストス。マンティコア。マンティコアのセレスティアル種をちょっと呼んでいこうかなと。で、もうすでに、いろいろと素材はぶち込み終わっていて、準備は整っているはずなので、多分全部できてるような。まずこれがヘパイストスのコアだね、これ。材料がこんな感じで、実はプリモディウスとかスリサのコアとはちょっと違うっぽいんだよね。うん。なんか、前回まではね、アイランドとかあそこら辺のアーティファクトだったけど、今回はなんか、スコーチドアースとか、アベレーションとか、あとはエクスティンクション系のアーティファクトが目立つかなというところだね。まあいいや。とりあえず、素材は揃ってますんで作っちゃいましょう。はい、これがヘパイストスのコアだね。ただヘパイストスのサドルか。なるほどね、サドルか。で、残念ながら、マンティコアのサドル持ってなかったんで、ちょっとこっちで作っちゃいましょうか。よし、まあありきたりなね、材料だからね、あっという間に作れますわ。じゃあこれで改めましてヘパイストス作れますね。じゃあ作っていきましょう。いやー、これはどうなるんだろうね。ロボット系のマンティコアって俺会ったことあったっけ。多分なんかセレスティアル種ってことじゃないから、おそらく相当メカメカしい見た目になってると想像してるんだけど、エターナルとかでもそんなになんかメカメカしいマンティコアをテイムしてたりとか、あとは戦ったりって記憶がないんだが、まあいいや。よし、じゃあ呼んでいきましょうか。とりあえず第3のセレスティアル生物だね、ヘパイストス。こいつに関してはまあなんかあんまり事前になんかこのぐらいの強さですみたいな聞いてないから、まあどのぐらいの実力を持ってるかっていうのをちょっと確かめるのが楽しみっすね。じゃあ行きましょう。3、2、1、はい。あ、マンティコアをテイムしたって出るじゃん。おなんだ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 、大丈夫か。お、マンティコアだ。おー、ちゃんとマンティコアだ。すごい、なんか今までのなんかセレスティアル種に比べるとだいぶ原型が保たれているような気がするが、ただしかし見て、羽がやっぱりほらプリモディウスとかと同じ原型の羽だ。かっけー、ちゃんと芸の羽になってるじゃん。で、なんかこのトゲ見たことあるな。あ、これプロメテウスのあれか、ジャンボか。おうおう、背中全部装甲で覆われてるじゃない。ほら。ああ、なるほどね。なんかプリモディウスとかシギサに比べると、アーマーを着てる感がすごいね。うん、まあなんかちょっと何言ってるか分かんないかもしれないんだけど、なんかプリモディウスとかシギサはさ、もうアーマーそのものになってるみたいな、なんかそんな感じになってたけど、ヘパイストスに関してはアーマーを装着してるっていう感じがするわ。うん。で、ただ、縦髪がなんか、これ、縦髪もなんか、金属になったりすんのこれ。多分、色合いのせいだと思うんだけど、縦髪がなんか、金属感になってるような。まあ、いいや、それは。じゃあ、とりあえず移動速度を見ていきましょうか。まあ、これは普通のマンティコアかな。うん。まあ、バニラで一回乗って、行ったことがあるバンティコアの速度とあんまり変わんない気がする。飛行速度、まあ飛行速度も変わんないかな、そんなに。うん、そういえば、あ、水の中行けるんだ。あ、水の中行けるね。オッケーオッケーオッケー。ちょっと、あとちょっとさ、この子なんか飛行中に関してはなんか全部走るようになってない？なんかゆっくり飛ぶっていうのができないんだけど、例えばこれ地上だとこうやって歩いてんじゃん、地上だとこうやって歩いてんだけど、空飛んだ瞬間になんか自動で走るようになっちゃうから、おそらく空を飛ぶ時には全部走るようになってんだね。なるほどね。で、ステータスがこんな感じ。体力が354万で、スタミナが5000。5000か、相変わらずちょっと低いな。で、メレーは443と、まあ命令ぐらい、まあ、平均的なセレスティアル種っていう感じかな。で、いろいろ見ていく場合に、サドルをつけたいんだけど、さっきも言った通り、マンティコアのサドルが現物1個も手に入ってないので、ちょっとなんか作れるか確認してみますわ。
とりあえず普通のサドルを作って、その普通のサドルをもとにこのインプローブドマンティコアサドルっていうのを作ってしまいましょう。マンティコアの生首がもうちょっと必要と。大丈夫大丈夫、俺マンティコアの生首大量にあるから、うん、俺ね生首コレクターだからね。今や生首コレクターといっても差し支えないくらい、持ってっから生首。よし作れるね、まあ、500もありゃ上等でしょう。もっといいものを作れるんだけどね、設計図使えば。まあただ材料がねもうちょっとかかっちゃうから、まあ、今回500枚は十分だろうということで。よーし、じゃあこれでいけるね。サドルは、あ、OK、付け外しできるわ。じゃあまず、着陸時の操作方法を確認していきましょう。まず左クリックは、噛みつきだね。結構スパンは長めかな？うん。あんまり早くないね。で、右クリック。右クリックが猫パンチだね、これ。猫パンチ。なんかこっちの方が噛みつきよりもスパー早く見えるわ。ああ、ほら。あ？たま、あれ？ああ。噛みついたりもするんだ。噛みついたりもするわ、ほら。ってことは、ひょっとして？あ！なんだ、左クリックと右クリック一緒か、これ。左クリックでも猫パンチするわ。なんかカメラの向きで変わるっぽいね。X。ああ、はいはいはい、X はこれだね。はい。爆発はしているけれども、まあ、マンティコアがやってるあの毒トゲ飛ばしですね、これ、X は。C キーは？なんだこれ？C キーが、尻尾を後ろに投げ払って、で、周囲にマグマサウルスみたいな噴火を展開するね、これ。ほら。多分マグマサウルスの噴火みたいなもんでしょう。だからまあ、尻尾で噴火させるみたいな感じなのか。これは。なんて言いやいいんだろうな、なんか。まあ、とりあえず、尻尾投げ払いで噴火とでもやってあげましょうか。とりあえず C キーはそんな感じっす。これね。なかなか当てづらそうだな。あ、ちょっとごめんなさい。C キー、これ、カメラの向きで、トゲが飛ばせるわ。さっき下向いちゃってたから、下にトゲが飛んでたせいで、なんか噴火みたいになってたけど、爆発するトゲをこうやって C キーは飛ばしてるんだ。なるほどね。そういうことか。で、着弾地点で弾け飛ぶっていう。だからそんな感じだね。ほら、こんな感じで。で、Q キー。あー、Q キーで、これ、ほら、尻尾突き刺しだわ。ほら、これね、いつもの尻尾突き刺し。結構クールタイムはあるかな。そんなになんか連射できる感じではないっすね。では R キーが、多分これ殲滅方向じゃない。あ、やっぱりな。ああ R キーが、まああのプリモディウスもシリ様やってた殲滅方向だね。おそらくこれセレスティアル氏全員持ってんじゃない、この殲滅方向の類は。いや、いいね、かっこいいね。ただエフェクトが青っていうのがね、個人的にはなんか色を合わせて欲しかった感があるけど、なんか緑色のちょっと少し毒々しい感じのオーラが出て欲しかった感は少しある。でもいいな、これマンティコアの方向もめちゃめちゃかっこいいね。これこの幻影の翼でやられるとすごいかっこよく見えるよ。ほら、この羽をぶわっと広げてる、これここのここここのこの部分、この部分がマジで性癖。うん、ここ性癖に刺さる。ここいける。うん、じゃあ次、飛行時の、操作方法なんですが、左クリックが、まあいつもの、ね、猫パンチ？あ、待って、なんだ、あ、スタミナが切れた。左クリックが猫パンチで、右クリックが、まあ右クリックも同じか。左クリックと右クリック同じなんだね。そしてやべえ、ちょっと攻撃しただけでもうスタミナ切れるんだけど。これ飛行中のさ戦闘やばいな、スタミナ上げないと。通常攻撃でさこんなにさスタミナなくなるの。ほら見て、これほらもうあっという間、ほらあっという間になくなるでしょ。やばくないこれ。次が、X か。まあトゲ飛ばしだね。X もこれもまあバニラとかでよくあるトゲ飛ばし、間違いは爆発するってことだね。で C キー、あ、C キーねえわ。あ、飛行時だと C キー使えない。弾け飛ぶトゲが飛ばせないわ。
なんだ、打ち下ろすのかなとか思ったんだけど、カメラの向きで使えたりとか、そういうのもないか。ヒューキーは、え、あれ、キューキーもトゲ飛ばしだけど、おそらく X キーとは多分違うね、なんか属性かなんかが。X キーがこれ、爆発するトゲなんだけど、キューキーで飛ばしてるやつは、まあおそらく気絶地上昇かなんかの麻酔針だろ、これ。まあ、こっちだね、あのマンティコアがよく使ってたのはこっちの、麻酔針だね。そしてスタミナが切れたと。R キーか、残りは。R キーも一緒かな、これ。お前、R キーは一回使ったら終わりかよ。じゃあ、改めまして。R キーは、うん、なんか R キーも一緒なのかな、これ。R、え？え？なんだ？飛んでる時の R キーがわかんない。これ飛んでる時の R キー何にもなんない。なんだこれ？え？これ何の意味があるの？これ。これに何の意味があるんだ？かっこいいだけ？さて、なんか意外とシンプルだなーって感じがしたんですが、ビッグトレーニングダミー組んでいろいろとデバフ等を見ていきましょうか。じゃあまずは、左クリックと右クリックの、まあ、パンチプラス噛みつきか。噛みつき、猫パンチ。どっちも、猫パンチして。あ、したした、オッケーオッケー。まあ、別にダメージとか変わんないかな。で、炎上するという、そんな感じっすね。ドラゴンの炎上が、まあ、通常攻撃にこれがついてるから結構重ねがけが容易と。で、次、X キーの爆発、これは、ん？特にデバフはないのか？なんかダメージにムラがあるような気が。これもあれかな、爆風が当たった時はちょっとダメージが下がって、トゲの本体 が当たるとダメージがちょっと高くなるみたいな、そんな感じかこれ。うん、なんかよくわかんないけど、とにかくまあデバフ等はないね。で、次 C キー、あの噴火するトゲ。これはまあ、あ、これも、あ、一応炎上なのね、これも。これも炎上で、プラス、持続ダメージだね。あの、おそらくこの、爆発してできた、これ、溶岩玉みたいなのあんじゃん。なんか、ほら、これ、なんか残ってるやつあるでしょ。この残ってるやつ に当たると、30の持続ダメージが当たると。これは命令を上げることで変わったりしますかね。ちょっと命令を上げてみて。うん、固定ダメージくさいね、この持続ダメージは。で、トゲそのものと爆風におそらく当たり判定があって、で炎上するっていう、そんな感じっすね。いや、これあれか、溶岩だまりには当たり判定ないんじゃねこれ。うん、なんか、うん、溶岩だまりには当たり判定ねえなこれ。で、次、じゃあ9キーで、まあさすがにね、さすがに、これ傷値がめちゃめちゃたまると。威力はまあ控えめだけど、トルポールダメージ 6340、 ああもう めっちゃ入ってますわ、うん。で、一応視野狭窄だから、ディロボサウルスみたいにあの視界を奪ってるんだねこれ。なるほどね、強力な毒だねこれは。これはちょっとなんだろう、 PVP とかで使ったらめっちゃ強そうだけど。で、R キーの殲滅方向、これはまあ、今までの経験からすると、まあ、やっぱなんもないか。まあ、超ダメージっていうだけで、デバフ等は特になしということになるね。うん。じゃあ次、飛んだ時のやつ見ていきましょうか。通常攻撃は、まあ、着陸時と同じで、全部炎上っていう。で、X キーが、ああ、まあ、デバフなし、やっぱり。X キーの、あの、この爆発する針はデバフなしと。で、C キーが飛行時の時はなくて、Q キーの。ああ、やっぱりね。やっぱりこれ麻酔針だったんだ、Q キーの方は。ただ、着陸時と違って、視野狭窄
視界を奪うデバフはついてないのね。じゃあ純粋にもう麻酔ってだけだわ。でだ、最後に謎の R キーなんだけど、これはマジでもう意味がわからんな。密接してて何にも判定出てないから、この R キーは何なんだ本当。別になんか味方にバフを与えるみたいなこともなさそうだな。じゃあもういよいよわけがわからん、本当にこの R キーは。この R キーはちょっと不明です。はい、なんだかよくわかんねえわ。ボス戦いつものように行きましょうか。いやいいね、幻影の翼映えるね夜空に。緑色だからさ、プリモディウスとはまた違った色の生え方するわ。ただボス戦やる前にさ、ちょっとごめんなさい、まずやるべきことがあって、これね、スタミナ鍛えておかないと多分無理。スタミナを鍛えておかないとね無理。さすがにね、通常攻撃1回やっただけでスタミナなくなるわ、やばい。ちょっと奮発して2万くらいはちょっと持っておいて、これでちょっと試してみるか。特に飛行時の攻撃がちょっと微妙にできないのがきついでしょこれ。さて、じゃあここら辺のボス相手にこいつがどれだけやれるかっていうのを確認していきたいわけですが、とりあえずアルファレックスでもやってみます。とりあえずちょっと怖いけど、アルファレックスはまあ燃えね、うん、燃えずか。ちょっと待ってね。じゃあこれも効かないか。ちょっと待って、あとはまあやっぱこれか、やっぱこれか。あ、アルファレックスにも一応視野、あ、効くんだ。あの視野強作。なんか珍しくさ、アルファレックス、通常攻撃の炎上効かないんだよね、これ。こっち。ただ、これは効くんだよね、これ。こっちの爆発の炎上の方が効くんだけど、なんか通常攻撃の炎上は効かないわ。珍しく。意外とアルファレックス、ここら辺のデバフしっかり効くんだけど。さすがにお前さん無理だろうな。さすがにお前さんは無理か。あ？え、よ、待って、あれ、炎上してね。ちょっと待って、炎上してるぞ。あ、でもちょっと待って、このシーキーのこの炎上ってやっぱりこれ持続ダメージの炎上なのか。これほら、割合ダメージだったらもっとガツガツ減ってるよねこれ。まあ当然殲滅方向なんか効きやしませんよって話か。望み薄だと思うが効かないよね炎上。まあこちらもデバフは一切効かないわけか、ワーデンには。で、視野強作を与えて、でまあやっぱ逃げるっていう一番強い使い方が逃走か。どっちかっていうとこの炎上も、ああこっちの炎上は入るんだけど、やっぱどうしても割合ではないよね。割合の方の炎上はやっぱりボスとかには入らないか。今んとこ一番強いのがこの視野強作で逃げるっていう、こっちの方が強いわ一番。ある意味命をつなぐという意味ではこれが一番強いわ。命をつなぐタイプだよねこの視野強作を与えて、相手の動きを止めてその次に逃げるみたいな。で、こっちもデバフとかは一切効かないから、もうワーデンのこれ効かないんだからさ、ワーデンの重出血とか効かないんだから、デバフ耐性は相当なもんじゃん。だからこのデバフ耐性と、この視野狭窄に物を言わせて、安全に逃げるというか、安全に探索するというか、そういう使い方が一番合ってるかもしんない、この子に関しては。なんか、アタッカーって感じはしないね、正直。まあ、こうやって視野狭窄を与えて敵の足を奪って、その隙にシリサとかの有能なミニオンたちにぶん殴らせてもらうっていう、そういう方向性がいいかもしんないね。PVE だと、なんかいろいろと安定しそうだけど、ソロでやる分には一番いい活用方法、なんかこれは、サポート系かなって感じがするわ。というわけで、ヘパイストス・ザ・セレスティアルのテーマでした。まあなんだろう、戦闘力に関しては正直、まあまあかなっていう感じかな。一応、通常攻撃がドラゴンの炎上持ち、割合炎上を持ってるし、あと強烈な麻酔効果持ってるし、視野強作で敵の動きを止めて、
っていうこともできるから、別に戦闘面弱いわけじゃないんだけど、どうしてもやっぱボス生物ってなってくるとデバフが通らなくて、まああんまり勝ち目はないよねっていう、うん、まあ勝ち目はないっていうか、もっと他にいい生物いるよねってか、まあそれこそシリサとかアルファレックスとかに任した方がいいよねみたいな、そんな感じっすね。ただまあさっきも言った通り、視野狭窄を与えることによって敵の動きをのろくして、で自分自身 はデバフも何にも効かないから安全にそのままピューって逃げられるっていう、なんていうかね、安全に特化してるって言った方がいいかな。うん、シリサとかね、あのプリモデュースとかは結構攻撃面にもしっかり振られてたんだけど、なんかこの子に関しては攻撃っていうよりは安全だね、うん、防御っていうより安全に安心に特化してるみたいな、なんかそんな印象があったわ。うん、ただスタミナ消費は激しいから、やっぱスタミナはちょっと上げておかないと厳しいかなっていう、そういうところだね。スタミナと体力に振っといた方が個人的には安心できるんじゃないかなというところっすね。はい、というわけで、じゃあ今回はここまでということで、ご視聴ありがとうございました。ではさようなら。